四代目、沢村玄之助賞は11年4月20日は、歌舞伎役者。本名は、沢村聖三郎。屋号は、木の国屋。拝名に秋か、青岳。浅草田んぼに住まいがあったので、田んぼの太夫と呼ばれ、しゃがれ声と錦絵のような要望を特徴に、江戸の最後のお山として、尊敬を集めた。大阪生まれ、幼少時に、江戸に下る。三代目、 沢村玄之介の養子となり二代目、沢村清子。後沢村清三郎と改名。初舞台は、明治三年東京森田座の、黒わ文章で、吉田屋娘沖よ。明治六年二代目、沢村清十郎を襲名。明治十九年、四代目、沢村玄之介を襲名。玄之介襲名後は、有望な若手を山として、九代目、市川段十郎や五代目。 尾の菊五郎ごろの相方を務める。東西の大歌舞伎を務めた後、明治35年頃から小芝居に活躍の場を移す。一説には芸者の花よ梅との集文が原因で干されたというが、晩年は再び大歌舞伎の舞台に戻る。昭和11年11月明治座の鈴木門堂噂新宿の通人が最後の舞台となる。劇作家。 木村金華の実施が後に養子に迎え入れられ五代目、沢村玄之介を名乗った。沢村玄之介の切られ乙女明治18年から明治24年に、至る短い期間が玄之介の前世紀であっただろうと、作家の岡本喜道は観察している。玄之介といえば、水もしるようなお女郎役者として、少年の頃の喜道の記憶に刻みつけられていたのだ。三代目、 沢村たのすけの芸を継承し、悪馬と呼ばれる色気のある世話物の悪女役を得意とした。当たり役は切られおとみ、上ばみ、およし、序断七、騎士のお松、ネイのお百、マムシのおしなど。これらの悪馬の芸は、五代目、河原崎国太郎や九代目、沢村総十郎に受け継がれた。他に、立役では、梅雨こそで昔八条の、新三、おいらん役では、 カゴツルベカ外水星の八つ橋、京角春甘笠の低山、天衣噴上の初花の三千歳など、夏祭りなには館の特別女房を立つ役で、目かけが惚れているのは顔やないと胸を叩き、ここで、ござんすと決まる原稿の方は玄之助が想像した。国文学者の折口忍は、役者の一生で玄之助の芸風を分析し、三代目、田之助の死で耐えかけた悪馬の芸を、 一時、間に合わせに、玄之助がさせられたのだが、それが、玄之助の役柄を決定してしまったのであった。こうして玄之助は、人々の活望に応えて華々しく世に出たのであるが、それはまた一面彼にとって不幸なことでもあったと表し、持って生まれた美貌や、芸力を十分に活かせなかったとしている。岡本軌道、軌道芝居話応分社文庫、二千十四年、二十五 p ありがとうございます。